にさ、ターン前提として歌が超いいな。あれリボーイちょっとおだかせーの、おだかぎーやよきばぼうじです。おだかぎーまろです。おだかぎーです。本日はダンス解説。今回解説するのはですね、はい、ついに来ました、ジャニーズ事務所からスローマン。彼らは何と言ってもですね、タッキーこと滝沢秀明さんがプロデュースする初のグループで、最大の魅力というところで圧倒的なダンス技術とアクロバットがヤバいらしいんですね。めちゃくちゃキレキレのあるダンスらしい。スノーマンさんたちはめちゃくちゃ下積みを積んでめちゃくちゃ慣れてる、もう現場慣れがかなりされてるグループです、はいはい、解説する動画はブラザービート。こちらです。今あの劇場版おそ松さんの主題歌となっておりますね、はい、しかもおそ松さんも主演を9人がされてるんですよ、映画も見てもらえて楽しみですね。でもちょっと待ってよ、あのおそ松さんを、ま、ジャニーズの人たちがやってるってことでしょ、ビジネスの香りすんな。あれあれ俺写真とか俺こういうの結構苦手で、おそ松は厳しいよこれ。これマジちょっとでもビジネス集感じるようなダンスしてたらもうマジちょっとごめんだけど俺行っちゃうかもしれない。僕らそんくらい見れる説得力があるということですよ。改めて僕らが何者かというものを、じゃあまずこちら、ドラゴンさんはなんとブレイクダンスの世界チャンピオンでございます。そしてこちら鈴宮あずきさん、ブレイクダンス日本一を勝ち取った男でございます。こちらマロンさんはですね、なんとアイドルさんや声優さんの振り付け師をされております。はい、そして私はですね、アニソンダンスバトルの日本一を取った男でございます。ブラザービートを解説していきたいと思います。それでは解説していきましょう。はい、それでは早速、はい、実際にブラザービートを見ていきましょう。はい、見ていきましょう。ではちょっと待って、これ前提としてスノーマンさんのダンス全然見たことなくて、そもそもダンスうまいのかって話ですよね。めちゃくちゃキレキレなダンスと、そしてアクロバットが特徴の、いやいやジャニーズでしょ、こっちゴリゴリのアンダーグラウンドで活躍してたね、ダンサーですから。ちょっとアクロバットにはちょっと俺なんで今日こんな辛口かっていうとね、ただでさイケメンってだけで許せないごめんね、 SHIJO 地上が入ってる、地上辛口でこう、いやもういきますよ、もうじゃあ見てみましょう。はい、いきます。もう喋ってるの最初、これ MV みたいな感じなんですね。 MV です、うん、スーツなんですね。確かに踊りにくくないね。おお、いきなり始まりました。こうやって始まる、イケメンね、もうやっぱりちょっと待って、はい、冒頭のさ首のこのアイソレーション、もうめっちゃうまなかったあれ、いやあれうまい、しかもね、うん、ただ首を動かしてるというよりかファンキー味あるような、ソウルチックな、いきなりここにアップダウン入ってますよね、うん、ちょっと無理をするとね、これ肩張っちゃってこう、ね、上がっちゃう、肩上がっちゃうんで、上がってない、難しいんですよ。ナチュラルだけ、白いセンターのラウールさんが、うん、ジャニーズ入る前からダンスめっちゃやってたみたいな、ダンスに関しては結構多分このメンバーの中とかなり、あ、じゃあ俺ってことはタダ出ちゃうんじゃない、もしかしたらこの後、ダンス経験者がやっぱ中にね、一番やっぱいきなり真ん中にいるっていうところは、いきなりクライマックス持ってきた、もしかしたらそういうのがあれだね、ここでもしかしたらちょっと見ましょう、見ましょう、始まったばかりですからね。おお、おお、おお、あのターンのテクニックって一周回った後に両手をこう上に伸ばすことによってまたさらに加速するっていうターンになるから、通常のターンよりめちゃくちゃ難しい。めちゃくちゃ体幹がしっかりしてないとね、ま、すげえマイケル・ジャクソンのようなね、ちょっと今何周したか見て、確かに見てみますか、123、おお、綺麗にねブレず、すごいな。ちょっと待って、えこのこのステップ、うん、ソウルダンスのジゴロっていうステップ、うん、はい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 、いきなりそんな入れちゃってる、このダンスもしかしたら全体的にファンキー味あるような、うん、ちょっとソウルチックな感じなんじゃないかな、うんうん、おー、今の感じキャッチーですね、見やすいね、すごいギミックも面白いし、うん、おー、あ、面白い、すごい、レーザー目が映ってますね、めちゃめちゃキャラクター性がすごい分かる、すごい可愛い振りだ、
これはやっぱおそ松さんを表現してる、そういうことか、兄弟の感じでやってるんだ、はいはいはい、あー同じぐらい、ちょっと兄弟ね、かわいらしい感じ、おお今のすごいな、このステップなんかロックとかでもあるやつのステップですね、あの一ついいですか、はいはい、前提として歌が超いいなあれ、いやまあいいわ、歌はね、ちょっと俺の専門外なんで、歌はまあ合格だよ、会話もね、いいね、ここでいいね、これ、うん、すごい酸素で、すごいいいですね、ここダブルアップしてますね、トントン、これ基礎力が伝わったんでね、一個一個のステップに、うん、キャラクター性がやっぱ見えるね、かわいい、おー、キャッチーですね、角度ぴったりだ、マジか、すごい、おー、すごい、ちょっとこう、なんか昭和チック、すごい、あー、まずいいですか、うんうん、サビ振りってことですごいキャッチーだと思うんですけど、はいはい、その4種4種に詰め込まれたちょっとやっぱ技術ありますよね、ここの反るところとかのラインの綺麗さと、ちょっとこうカウントをワンエンにして、あの小気味にずらしたりとか、止めがうまいね、確かにカッカッて、こっちのシェーの時もこの刻みが、ちょっともう一回見ていいですか、じゃあいきますよ、はい、いいなこれ、真似したくなる、いいな、ここですよね、ここのね、この、ね、角度すごい、マイケルかと思うぐらいのね、わーいったー、しかも普通に勝手に ね、リズム刻んで、刻んでいく、また刻んでいく、また地頃があって、あ、楽しそう、一歩でちゃんとね、こう位置にもつけるのすごい、お、来た、お、来た、おこれ、僕らも結構使いますよね、これ結構ね、ダイナミックでね、上下があって、ね、動きなんですけど、深沢さんらしいです、深沢達也さん、B-boy? やってることは B-boy だね、確かに、立った動きから、しゃがんで、しゃがみの動きに入る動きのこともドロップって言うんだけど、うんうん、この俺らもよくやる、うん、あのタイプのドロップですよね、今ここ、達也さんに注目しがちですけど、うん、みんなもね、みんなのこの状態でのしゃがみの体感、おーしっかり見てる、若干下の角度ぴったりね、進んでるんですか、ちょっとじゃあちょっともう全員見てみよう、はい、上上がって下に、おお、確かに、しかも俺ね、足つかずにこうやってるんですね、次に行くときね、そうでしょ、これね、その全員が同じ角度でしかも同じクオリティでやらなきゃいけないから相当大変だろうな、1人くらいうなついてもおかしくないんですよ、こうグーッ、おお、どこね、筋トレじゃないんだから、いやすごいな、飽きないね、この上、いいですね、あー、腰が忙しい、これセクシー、いいっすね、今上からしてきましたよ、ね、上のちょっとこうウェーブの動きから、うん、一気にこう腰の動きになるって、やっぱ、うん、ブンブンのボディコントロールがめっちゃうまい、そうそうそう、同時じゃないと普通に顔ついていっちゃう、しかもこうなっちゃうところ、だったらね、ブレちゃったりとかしたら一気に台無しになっちゃうところを、この人数多いところでそれを表現してるのがすごいよ、続き行ってみましょうか、はい、うわー、ラウールさん、ラウールさん、ラウールさん、つま先聞いてない、聞いてないちょっともう一回見たい、ね、今のちょっとかっこよ、出てきて、あー、いいですね、本当にもうマイケル・ジャクソンのようなあの止まり方したね、パッて止まるんだったら、まあ、できればそうそう、グルーンっていうのがね、でしかも結構涼しい顔で口ずさみながら、どこに体感があるんだろう、ね、次行ってみましょうかね、日本人離れしてますね、確かに、ね、イケメンだな、みんな、振りが来て、あ、これ好き、うん、かかいいな、いや、しかも横から映すのもいいね、表情いいな、うん、ラウールさんの反り方やったらすごい、もう、気づいたら V の字ゆっくりね、おー、おい、いかない、いかないおー、おー、すごい、今の、今の、おい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 、うわ、怒涛に来るね、おー、おーやばっ、やばい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 、綺麗だな、うわー、やばっ、うわー、これもいくつあった、ポイントねえ、何個、ちょっと数えきれない、褒めたくないぐらいね、なんか動画まだ終わってないですけど、いいですか、はい、参りました、アイソレーションの練習でもよくやるこの
首、肩、胸っていうこの、この動き、めっちゃ綺麗だったな。はい、ここの、ここの、うまいなー。ここからね、これピッカピカやってる。あー、やべえ。追いつかない、追いつかない。やばい、これ何回も見れる。やった、クック。うわー、すごい。え、こっからこの2人が、カッター、カッター。で、終わりかと思いきや、頼むなったら、ちょっと完全に僕に向けてなかったよ。ね、冒頭なんかスノーマンさんなんか言わなかったからなんかすげえなんかもう本気出してくれ。俺らの実力どうどうやろどうどうどうすごいなんかごめんね。うわーかっこいい。佐久間くんの笑顔やばいね。おーい待ってほら、はい、待っちゃったじゃん。分かるか。いや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 確実に俺らのこと意識してる。いや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 、ごめんって。佐久間くんってもしかしてアニメ好きだったりとかってするの？そうなんですよ、佐久間くん。アニオタなんですよ。アニオタなんですよ。もう愛がね、出ちゃってんだね。佐久間くんのアニメが好きすぎて、ブラッククローバーのキャラクターで声優さんもやられる。わ、最初の映像見たら佐久間くんちょっとおかしくなってると思うよ。あ、そうすか、謝んないと、ほら、ちょっと。いやいやいや、俺も最初佐久間くん。すごいけど、今すごい面白い。うわ、これがこの綺麗やばいね。はい、みんなで今度は、はい、みんなでやりたくなる。これ楽しい、これ楽しい。この曲すごいな。え、マロさん、こういうのやりたい。あれ見ても、あ、ごめんなさい、振り付けやります。お、これジャルストンですね。ダンスソーがいいね、こういうの。あ、うわぁ、これ、これファーストステップとかでもよくあるね、この。確かに、なんか本当にすごい親近感湧いちゃってる今、ね、俺たちがよく使うステップを。すごいブリキロダンスだったりとか、はい、はい、だん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 横一になっていく。ダン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 ストーブリークしてダンストーダラダラ、これで、ね、スイーおーい、おー、足当たるな。すげー、綺麗、長い。はぁー、最後横位置になってジャカジャカジャンしたじゃん。これ俺らも君じゃなきゃダメみたいっていう曲歌でこれやってんだけど、確実に見てくれてますよね。自意識過剰です。過剰のとこです。ブラザービートに関しては体幹ももちろんあったけど、手での振りが多かったから TikTok でも。あ、そうなんだ。あれ、皆さんも TikTok とかで一緒にできるんじゃないかな。他の動画もね、やっぱ見てるとバンバンに開けるわけだからね。いろんな動画もまた見ていきたい。逆になんかコメントでね、スノーマン好きな人たちからこの動画がね、いいよなんていうのがおすすめあったらね、教えてほしいかもしれないですね。今回はスノーマンさんのブラザービート解説をさせていただきました。ありがとうございます。はい、なので僕らのこの動画良かったと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。リアルアキバボーイズでした。またね。スノーマンで良かった、違う、スノーマンが良かった。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。